はい、どうも、エキサイトエキサイトのグリッドです。テです。レシーです。イケイケデラックスです。イザイアです。チモーナのケです。じゃあ、この度僕たちエキサイトエキサイトの YouTube のチャンネル登録者数が1万人突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、1万人登録達成という記念をね、通しまして、まあ、プレゼント企画っていうのをね、行っていきたいなというふうに思います。で、動画の後半に、エキサイトエキサイトが出しているアパレル、グッズの紹介と、そのプレゼント企画をするので、必ず動画の最後まで見ていただけると嬉しいです。で、改めてね、今回を、の動画をね、通して、一人一人のメンバーの、なぜこの e スポーツを今やってるのか、どういう思いでやってるのかっていう、もちろんのこと、まだまだ僕たち下手くそチームなんですけど、必ず勝利を目指していくっていう、この姿勢を、一人一人の自己紹介でね、ぜひ知っていただきたいなっていうふうに僕自身は思ってるので、自己紹介、一人一人、真面目に聞いていきたいなと思います。レッツゴー！はい、レルシーです。自分は小学校3年生から高校3年生まで、まあ、野球をやってたんですけど、野球を始めるときにやっぱりゲームを始めて、負けず嫌いっていうのは自分の性格であるので、それがまあ表に出てきちゃって、ゲームを負けたくないなと、まあ、そのタイミングで YouTube の方で e スポーツの競技シーンを、まあ、見るっていう機会があったので、その見てたら日本の選手が世界で活躍する場面がちょうど YouTube で流れてて、それを見て、いや、すごいなと、その憧れをやっぱり肌で感じて、自分はその憧れ一心で親に説得して、まあ、一人身で東京に来たんですけど、その時に、まあ、このエキサイトエキサイトさんに声をかけてもらって、まあ、今ここにいるっていう、まあ、現状その、まあ、チームとして結果は全然出てないんですけど、ヒカルさんの影響もあって見られているっていう自覚っていうのは自分たちまだ足りないなって、まあ、それを結果として出すっていうのはもちろんあるんですけど、見られる立場っていうのを自覚して結果も出すし、プロとして見られる立場としてやっていきたいなっていうふうに思ってます。これからもどうぞよろしくお願いします。中学から高校の2年生になるくらいまでテニスやってたんですけど、ちょっとできなくなってしまい、その時に友達からゲーム誘われて、そのシージをやってる最中に野良連合のウォッカさんっていう選手がいて、世界大会でウォッカさんが活躍するたびにコメント欄で、ウォッカすげえ、世界のウォッカだみたいな騒がれてたのを見て、俺もこういう風になりたいなってめちゃくちゃ思うようになってきて、グリントとかと会ってこういう機会をもらえたので、この世界に飛び込んでみようと思い頑張ってます。で、今頑張ってるんですけど、なかなかチームで結果が出ないという状況で、それはもっと改善して練習して勝たなきゃいけないので、これからも頑張っていこうと思ってます。みんなは割と辛いことばっかり言ってくるんですけど、自分はそれをしっかりと受け止めて自分の成長の糧にしていって、今後もプレイしていけたらいいなと思って今突き進んでいってます。応援よろしくお願いします。エキサイトエキサイトの副リーダーのテンです。僕自身出身福岡なんですけども、もともと社会人として、建設会社の方で働かせていただいておりました。こちらのエキサイトエキサイトの方のお話をいただいて、ゲームにかけようということで、上京してまいりました。僕自身年齢の方がもう23歳ということで、もう若くない年なんですね、 e スポーツとしては。それでも選手としてやっていきたいと思いますし、以前の動画でメンバー募集のお知らせの動画があったと思うんですけど、そのコメント欄の方に障害を持っている方がコメントをしてくださっていて、その方が障害を持っている僕でも選手になれますかっていうコメントをしてくださっていて、僕はそのコメントを見て思ったのが、他のスポーツだったらオリンピックとパラリンピックみたいに障害を持っている方と持っていない方を分けてプレーさせるっていう形じゃなくて、 e スポーツだけが唯一フェアに戦える、一緒にプレーができる、共に戦えるっていうのが僕は e スポーツの魅力の一つだと思うんですね。体にハンデがある方、体があんま強くなくて外であんまり運動ができない方、そういった方でもゲームならば室内でできますし、競技シーンを全然僕は目指せると思うんですね、 e スポーツならは。ただ僕たちはまだ結果が出てなくて、夢を与えたいんですけども、まだ結果が出てないのに何を言ってるんだと言われると思うので、僕たちはそういった方々にも夢を与えられるように、結果を残せるように活動してまいりたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。てんでした。改めまして、エキサイトエキサイトのデザイアです。私はバスケをずっと11年間やらせてもらってたんですけど、怪我をしてしまって、ここの途中でバスケをやめてしまったんですけど、ここから自分は何をすればいいのかが分からなくなった時に、ちょうどゲームに出会ったのが最初です。そこから強くなりたい、
勝ちたいって思って、その時にちょうど今ここにいるメンバーたちと同じチームだったんですよ。でそこからエキサイトエキサイトができてきて、今プロチームとしてやらせていただいて、勝ててないのが現状なんで、これからたくさん練習してこのいる5人で勝ち進んでいきたいなと思ってます。1万人登録者です。1万人登録者、 YouTube 1万人登録者数本当にありがとうございます。たくさんの方に Twitter の DM やらメッセージをいただいて本当にとても嬉しい限りです。今後も頑張っていくつもりなので応援よろしくお願いします。エキサイトエキサイトでリーダーやらせてもらってますクリントです。僕が小中高と野球をやってて、小中学校の時に教わった人が、なんか勝負事は勝つためにやるんだぞみたいな、高校になった時も甲子園を目指して死ぬ気で野球にかけてた。俺たちの高校はもしかしたら甲子園あるんじゃないかっていう風に期待されてたし、自分たちもそうやって言われるだけの練習はしてきたっていう自負があったので、もしかしたら高校史上初の成績残せるんじゃないかと思って挑んだんですよ。実際結果としては初戦敗退でした。でそんだけ死ぬ気でこう野球やってきたんですけど、初戦敗退で終わっちゃって、すっげえ自分の人生を作ってきたものが野球だったのに、最後の晴れ舞台の甲子園を目指すって段階ですごいつまずいちゃって、熱中できるものなくなったんですよね。好きなものが見つかんないなーってこうフラフラしてたんですけど、その時に自分が出会ったのがレインボーシックスシージっていうゲームで、このゲームやった時に久しぶりに野球やってた時みたいに、もう寝ることもご飯食べることも忘れるくらいハマったんですよね。それ旗から見たらただゲームにハマってるだけのいわゆるダメな大学生なんですよ。けど自分にとってはなんか生き生きしてるなーっていう風に思ってて、でゲームにハマった時にたまたま今オーナーをやってくださってる K さんと話す機会があって、大会で勝つための活動をゲームでやってるんですって話をした時に、オーナーさんからじゃあお前それやれよって言われたんですよね。早めに就活ってのもしてたんですけど、このまま就職するのも大学院に行ってもうちょっと勉強を深めるってこともできたんですけど、ゲームが仕事になるっていうのが一番魅力的に感じたんですよ。それで始めさせてもらったのがこのエキサイトエキサイトです。実際勝ててないです。このエキサイトエキサイトっていうのは僕のわがままで始めさせてもらったことなんですけど、自分自身の責任っていうのがすごく大きくなってしまった。なので僕に今求められてるってことはリーダーとして大きく人間として成長すること。なのでこれから先エキサイトエキサイトっていうチームの応援も、僕自身に対するコメントすべて読んでて、まさにこうヘラヘラしてるなっていう風にコメントもあったんですけど、そういうヘラヘラしてるリーダーだったらチームが勝てないっていうのは当たり前なので、これからリーダーとして大きく成長していきます。応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあそれでは皆さん、自己紹介どうだったでしょうか。まあ一人一人の思いがあって、まあ僕自身も初心に帰れたかなっていう感じです。まあ一人一人の思いを改めて聞いて、まあ本当にお遊びじゃなく、この目標に向かっていくっていうことの大事さを感じました。僕たちは、この1万人登録者数の、この記念として、とびっきりのね、おすすめグッズを、プレゼントしていきたいなというふうに思っているんです。じゃあせーの、どうでしょう皆さん、このエキサイトエキサイトならぬ興奮興奮 T シャツを今回1万人登録者記念ということで視聴者さんにプレゼントしたいと思います。イエーイ。コメントでいらねえとか書かれると思うんですけど、かなりねこれは外国人とかにかなり人気なんじゃないかなと思うんですけども、石間ってちょっとおしゃれだよ。めちゃめちゃかっこいい。かっこいいよね。かっこいいかっこいいかっこいい。うん。イケディが着るとちょっとマジで逮捕されるかもしれない。そうそうそう。まずこのプレゼント企画の応募方法なんですけども、この YouTube の概要欄の方に Twitter アカウントがあります。で、その Twitter でこのプレゼント企画のツイートをしているので、それをリツイートしていただくのと、この YouTube のチャンネル登録していただいた方、10名。こちらで選ばせていただいてプレゼントをねさせていただきたいなっていうふうに思ってます。で皆さんねリツイートとチャンネル登録たくさんしてください。僕も応募していいですか。ぜひしてください。はい。で今回プレゼント企画だったんですけども、普通にエキサイトエキサイトのグッズも概要欄にも、ホームページの方にもね貼ってありますので、ぜひね見て、まあ、かっこいいなと思うものあったら、購入していただけると嬉しいです。であとはまあいろんな募集とか、その選手の募集とかっていうのまだまだやってますので、リンクの方をね見てほしいなと思います。今回1万人記念企画ということで動画を出したんですけども、これからまた応援よろしくお願いします。エキサイトエキサイトでした。バイバイ。